じゃあ今です。で、いきましょう。ゼロからの英会話。今日は、彼はお金持ちです。これどっちでしょうか？ He is rich. He is a rich. OK、どっちでしょうか？ 3 秒考えてください。OK、答えです。答えは、He is rich でした。彼はお金持ち。He is a rich とは言わないですね。あがつく場合は、He is a rich person とか、He is a rich scumbag とか、まあ、そんな感じで、必ず rich 後に何か入るんですよ。こういう人みたいなのが。スカンバーグはクソ野郎ですね。なので、クソ野郎のお金持ちなんですよ、みたいな感じで言うときはスカンバーグを使ってください。OK? いいですね。いますか、まあ、皆さんの前にスカンバーグみたいな人。いたらもうぶん殴っちゃいましょう。OK?